こんにちは、リモレダーチャンネルのヨコサンヌです。今回はポケモンボールっていうゲームをやります。それがこちらです。結構古いゲームですね。ゲームの方法は100円を入れて、本来ならここにモンスターボールの絵が、このようにあったはずなんですけども、このハンドルですね、モンスターボールのハンドルを回して、そしてこのスタートからこの電球がバーッといって、この捕まえたっていうところに、行くと当たり、逃げられたの方が外れですね。で、当たりが出るとこちらのカプセルが出てくるというゲームです。それではゲームをやります。あ、3回できるんだね。はい、はい、じゃあお願いします。当たったの？いきなり？あ、出た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 、はい、いきなり当たはい、もう一回回せる。ピカチュウ、あ、ピカチュウ、はい、もう一回。あ、逃げられた。逃げられた。はい、最後逆だ。捕まえた、これ逆でもいいな。逆回しても OK。 え、2個目。あ、結構出るんだね。お、ピカチュウとピカチュウとサトシのやつとピカチュウのやつです。お、3回中2回も当たっちゃいました。ゆいさんどもチャレンジです。うまくハンドルを回して。どうだどうだ、頑張れ。もうちょい。あー、ちょっと弱かったかな。ちょっと弱いって、あ、弱いとダメなんだね。じゃあ次行こう、もっと強くね。シューテ、お、これはいけるか。これも弱いって。最後捕まえた。弱いとダメなんだね。反対回しても OK だけど弱いとダメ。お、出てきたよ。いい勝負だったな。また挑戦してくれよ。何出た？え？何これ？お、伝説ポケモン出た。すごい。ゼクロム。ゼクロム。ゲット、すごいね。ゲットもゲット。おお、カプセルの中はシールでした。シールの裏にはクイズが書いてあります。